ようやく目が合いました。二人はチャップリンの映画の世界を表現しようとします。モスクビナコーチ自らが新たな挑戦と言い切った斬新な演出です。曲はライムライト。昨日失敗したソロジャンプ。今日のエレナに不安を感じさせるものはありません。昨日は転倒したスロージャンプ。心から思っている人と一緒に滑るのは難しいことがあるの。特に演技で愛を表現する場合はね。大切な人から突然傷つけられたりしたら、本当の自分と演技をしている自分とがバラバラになってしまう。だから難しいの。どうでもいい人に愛情を表現するよりも何倍も難しいと思います。エレナとアントンはコミカルな演技で観客の拍手を誘います。王者の風格を見せるエレナとアントン。他人同士の方が良かったと思う。本当に愛し合ってしまったら、相手に弱みを見せることが全然できなくなってしまう。その人をいつも助けなきゃいけないし、大切にしなくちゃいけない。本当はスポーツだけの関係で演技して別れる方が良かった。
はガッツポーズ。そしてエレナを抱きしめます。この瞬間、アリョーシャとマーシャは二人に負けたことが分かりました。満点の 6.0 をつけた審判もいました。圧倒的な勝利です。昨日はここで涙を見せたエレナ。